カンストしたー。やば。はい、じゃあ行きましょう。日記これでーす。猿、ドエ、白切り、ぜんざい、犬山。で、ホールさん、サポートが、野球マスクと。で、センス、招きカロバ、行きましょう。まあまあ、まだ一発目ですかね。ちょっと交通関係が死ぬほど良かったので、しかも進むもね、めちゃくちゃ働いてくれたんで、うまーいことやりたかったんですけど、まあ、世の中そんなに甘くなかったですね。もう鉄運ゲーすぎてきつい。まあ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 、目的地とカードはやっぱかなり重要ですね。仙台。からの。黄色を踏みつつ、全財ですね。ポンコツください、さっきみたいに。あと、準急欲しいわ、この位置なら。潜在一軍神。神からの、うわぁ、もう一枚でよかったんだけど。もう一枚来たら、えぐいよね。潜在一軍一発目はいいんじゃないですか。おぉ、しかも変化点くれたわ。ありがとう。それはね、ありがる。助かる、助かるっすわ。わぁ、うわぁ、うわぁ。超絶むずいけど、こっち行くか。あ、また福引きか。はっ！あー、オッケーオッケーオッケー。コンボ。おーい、コンボ起きないと、ここはカロリーバー使うことになっちゃうよ。福引き。精神、メンタル。うわー、メンタルじゃねえ。オッケー。で、スタミナかな。あ、でもこれタックしてんのか。オッケー。いいんじゃない。まあ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 。全く同じデッキやってますか。まあ、標準ですよね、これが。はい。名古屋。名古屋か。名古屋さんはメンタル結構必要。リコーダーでいいかな。こんばんは。ハマってますか？ね、やり始めたばっかりですね。一人目は、あえなく撃沈しました。てか、27なのか。うわぁ、27か。ちょっと嫌ですね、正直。27なのか。すんげえ中途半端じゃん。なんとも言えない位置に。うん、黄色行くか。黄色行くか。新幹線、ナイス。羨ましい。うん。カードいいんじゃない？5マス行けば急行でゴールできそうですね。はい。OK。コンボは？コンボがどこ行っているんだ、一体。6！ ある !6 があるんです。カビラ J みたいになったな。これコントロール欲しいけどいけるよな、さすがに。あ、怖っ。4% の恐怖あるわ。あー、これ30マス離れてないからな。27も離れてるんだったらね。正直って感じですけど。東京行ってこいやな。東京は、そうか、前日いないからどうせ買えないんか。じゃあ、買えるだけ買っちゃいますか。これで次買い占めできますね。寄れれば。ゴールドカード、うん、来週にはゴールしてしまうんじゃないかって言われてるけど、そんなに閻魔近いんか。これは無理ゲーかもしれないですね。杖、これ踏んどきてえな。3、まあもう最悪ゴールされる感じですが、これでいいかな。よし、 OK。一発でゴールして、逆に。ゴールしないんかーい。逆にゴールしてくれ。強え。両方とも強え。まあさすがにこっち行くべきなんだろうけど。じゃあこれ普通に踏んでコンボ待ちしたいですね。はい、オッケー。コンボ！コンボ来いー。来ないー。あ、エンマ耐えましたわ。エンマ耐え、6出ろ。さすがに。わあ、な、5か。6じゃなかった。5だった。6は出とるっていう。
6は出とる。どうしよう。じゃあメンタル行こうかな。で、青を踏んどきましょうか。って感じでいいかな。うん、青踏んどくか。で、まあ次。チャンスあればぐらいの感じで全然いいかなって思ってます。はい。スタンプラリーからのエンマがゴールしない。さすがにこれでゴールさせて、じゃあ。はい。オッケー、ナイス。で、210ですよね。なので、緩急と、東京か。800、840。ギリギリ返そうだな。っていうことで、コツとかは取らずに。840ってこうなるのか。840ってすごいね。210、ギリギリか、これで。筋力か。210、ギリギリですね。オッケー、いいんじゃない?はい。よっしゃ、オッケー。ナイス。鹿児島、超遠い。だが、千載一遇を持っている。お、いいですね。めちゃくちゃ変えたわ。OK! 喉が。OK! うん、いいんじゃない?で、2600点しかなぜか出てないけど。まあまあ、いい感じで物件は変えた感じはしたんだが、ぶっ飛びからいきますか。うおーい、ぶっ飛んだー。とてつもなく遠くに。青森変えないか、変革点ですよね。スタミナでもいいけどな。オッケー。西持ってたっけ僕。西持ってたかわからん。西って持ってたかマジで謎なんだけど。東京強い。あれ?東京じゃなかった。名古屋だった。キャラ。うん、西持ってないよね、やっぱ。さて、どうしたもんですかね。潜在地区するか、さすがに。8マス。うん、3でいいですね。3で取っていけばいいかな。まあ、なんかこっちでも2枚出そうだけどな。まあ、3でいいか。コツ出てますしね。オッケー。ほっ!イエローからの。イエロー、イエロー。イエロー好きやな。伸びコツナイス。からの、436オールね。はい、オッケー。436オールって相当入るな。牽制、打球反応もまあ、こんだけ入ってるんならいいでしょ。ポーカーフェイスで潰します、一回。玉持ち、勝ち運。バント封じ、順応。東大躍動は一応、同駅君待ちで。436? やば。入りすぎでしょ。こんなもん?鹿児島ってでも、別に使う点ないんだよな、ほぼ。うん。全財でいいですね。はい。オッケー。ただ、自分はめちゃくちゃ遠いです。いろんなところから。はい。博多、神やん。これで博多はなかなかのズルしてますね。オッケー。ポンコツ。いいよ。まあ、筋力は若干、まあ、しゃーなしって感じですね。で、博多が、680、700なので、まあ、この辺の振りは若干気をつけつつ。で、残りが、まあまあ、いい感じですと。多分1とか、あ、でも。ゆかりいけるかなって思ったけど、いけねえわ。6の方が出やすいよね、多分ね。1でいいかな、じゃあ。たらればもあるし。
福引きいらん。もっとやれそうからの。はい。ナイス。バラのゴールしっかりできました。福引き使いつつですね。まあまあいいんじゃない？どうしよう。はいはい。骨関係をバシバシ行きましょう。で、あとは、ちょっと振って感じか。まあ、大丈夫よな、多分。ちょっとまあ、残し数で225とかなんで、そんなにあれしなくても、福引き先使うか。筋力40点。まあ、これでいっか。OK。しっかりと買い占めできるんで、まあまあまあって感じですね。なんだ今。お、静岡。なんか今ついたな。なんかつきましたね今。ちょっと見てなかったけど。で、めっちゃ通そうと。わー、しくってんのかーい。ギリギリ30か。ギリギリ30らしいですね。どうしよっかな。4と5と3か。特に買い占めできるところもそんなに寄れそうにないしな。15だったら2枚もらえますね。特急で15でいいかな、とりあえず。で、2枚垂らし込んどきましょうか。変化点か。変化は伸ばす気ないので、こんなもんで全然いいかな。精神の方があれかな。どっちかというと。特急。いや、いいですね。ゴールドカード。イエロー、踏みすぎかな。そんなに。青も踏みたいしね。もういいかな。サポートキャラ。ゴールドカード来すぎだって。じゃ、そんなに来られたらどうしようもできないから。たられば、いやー、たられば捨てるしかないか。ちょっと、まあ、しんどいですね。はーい、こんばんは。ありがとうございます。ゴールド2枚使う。で、一応、ゴール圏内に、お、6、うまい。それはうまい。え、これうまくない？ちょい振ります。精神かと。打たれ強さ、いくかな？全然いっても問題はないので、打たれ強さ。OK。いいね。330オールね。特性できたら、じゃあ、ちょっと使いたい感じですね。ぶっ飛び。負けられない。からの。ちょっとゴールが遠いんだよな。で、残り10。準急特急か。名古屋買い占めできますね。買い占めるか。名古屋寄ります。オッケー、ナイス。で、次。西へカード。ちょっとこれは欲しいね。おーい。ここまで来て不景気なるなって。マジで勘弁してくれて。新幹線使って4分でゴール。いやまあ、新幹線は基本的にそういう使い方をあまりしたくない人なので、使ってないっていう話ですね。これは痛えわ。目の前で変わったわ。30万差なれてたのに。それは痛いですわ。買えるだけ買うか。いいか。買えるだけ買うか。で、普通のにしまして。いや、進行形さ、もうこれしかないからさ、普通に、どうなんみたいな感じは、個人的にはありますけどね。まあ、どうなんでしょう。何が正解っていうのはまだ、全くわからないので、どうしようかな。一撃でゴール自体は、できますけどね。難しいな。
特急で近づいてでもいいんですよね。ただ特急あるから逆に新幹線は今使ってもいいんだよね。っていう感じにはなってますね。岡山か。経験点があんまり入んないんで、ここで頑張ってゴールする意味もあるかっていう感じはありますけど。まあ、行くか。112オールか、少ね。少ね。112は少ねえな。マジか、ゴールする意味よ。大阪、いいですね。近場になりました。筋力よね、大阪。無理なんだけど。やっぱ静岡でな。ああいう時に、だから、温存しといた方が良かったかな、みたいなのはありますね。めちゃくちゃゴールできるんだけど。ただ110ぐらいしか入んない。110ぐらいしか入んないと。それは頭いいよ。大阪さんはですね、800か、どうせ、どうせ、ちょ、やっぱ無理やな。厳しいね。ここで景気が悪くなったらマジで厳しい。もったいないの極みって感じ。連続。不景気連続ゴールなんだけど。やば。超ゴールできるんだけど。これ好景気だったらマジ変わっとったわ。青森か。さすがに無理ですね。OK。いいんじゃない?はい。ゴールドカード。点数多分伸びてないですね。あ!ホワイトアウト覚えてしまったわ。間違えた。まあいいでしょ。ゴールドとぶっ飛びですね。お、近づいた。結構いいとこに行きましたね。俺は、まあまあいいとこに行った。で、スタミナでもいいし、コントロールこれ結構強いな。ただコントロールだと3しか進まない。スタミナ、まあどうせ、11だもんな。13、6。うん、大丈夫そうですね。こっち行こう。準急もあるしね。うん、こんなもんかな。はい。OK。青森は変化600点か。これさ、1万点出てないでしょ、現状。不景気絡んじゃったからな。いやー、ちょっと今景気良かったらなー。だいぶ違ったんですけど。11,380 点。特製礼ありがとう。やっと終わったわ。特製礼使います、ゴールドと。ギアチェンジももらったな。はいや。6。ありますね。これは6踏まないと厳しいので6踏みます。スタミナかな。変化点ちょっともらいすぎなので、やっぱり温存したいですね。変化はで打たれ、奪三振が一応コツありか。こんなもんでいいか。次6なら準急でゴールですね。ははっ、景気が悪すぎて、マジで。もったいなかったな、今。連続ゴールがね、無駄になっちゃったっすね。からの、6!6!6! あるー!ナイスー!準9。あ、ターベルさん、こんばんは。PD 先発、おめでとうございます。作り方は僕にも教えてください。僕にも教えてください。300ちょいぐらい入るよな。もう1球種で先覚えちゃうか。で、今、セクション3の、30マス離れだもんね。345ですね。345。どうしよっかな。もう1球種のオーバー、これでいいか。青森もんね。はい。OK!あ、ライブ配信初めて来ました。ありがとうございます。オッケー、345。はっ!よーし、いいね。上の方来てやっぱ湧かないわね。これは助かりますからね。ナイスー。さてさて、特急と急行しかないわけなんだが。
どうしようかな。ちょっと悩ましいですね。18進むと、18も12もだいぶ微妙な感じですね。どうしよっかな、これ。うん、18も12もだいぶ微妙ですね。そもそも6と5出てるかわかんないけど。5が出てる。函館。函館、これさ、足りるんじゃない？踏んだら。680でしょ。足りるな。これ、普通に函館行きましょうか、とりあえず。ナイス！ちょうどいいところに。ナイス！筋力もらっておきまーす。てか、技術、次800点だけどさ、大丈夫やな、これ。で、マッサージするか。いや、左上げでいいか。で、21。特急で残り3にはできる。残り3ってさ、黄色じゃなかったっけ？ですよね。うん、これは使うべき。で、ホールスアンにもらいましょう。2枚ね。OK！ 残り3。はい、ぶっ飛び。うわー、マジやば！来たテンション上がる。しかもここで攻撃。ちょ、待て。わっかないトラツは攻撃。セクション3。来た。1037点。違うこれ間違ってる？やばくない ?1037 点来たよ。え、間違ってないよね。乾燥した？ちょっと集計班、これは乾燥してるんじゃないですか？乾燥ときたかもしんない。臨床点、まあ、これはいいか。確定しよう。どうせ漏れる。ちょ、ここ、怪我したくない、とりあえず。怪我したくないけど、カロリーバーない。ちょ、頼むで、マジで。OK、怖っ。やば。これ、えぐくない？カンストしたーやばすぎ。ほんとにエグいんだけど。見ました今の。やば。オッケー。で、鉄腕入りました。新潟かー。遠いなー。39なんだけど。ただ、エンマがあと7ですね。これは場所外でいける。ゴールはできそうですね。あと新潟って確かもう買い占め取ったよな。あ、買い占めてないか。新潟は買ってないですね。新潟さんはですね、920。うん、大丈夫、買える。ほぼ間違いなく買えるわ。変化1ポイントぐらい振らなくていいね。変化は置いとこう。場所替えすかね。エンマを遠くに追いやれたのも大きい。仙台は変えない。仙台変えてもよかったが。いや、どうせポイント使えなかったか。ギアチェンジ入ってるんだもんね。カードでいいんじゃないじゃん。カードで良さそうかな。それかもう一枚使ってからカード駅行くか。ちょっと悩ましいところですけど。カードでいいか。タラレバーとか持ってんのかな？持ってないんか。ちょっとこれ次が怖いですね、ゴールが。いけるかな？ 3 とか出にくいからな、ちょっと。おお！潜在一遇！マジ？え、これゴールして潜在一遇でもう一回ゴールで3回だったらめちゃ強いんだけど、来いよ。ナイスー！仙台。これ、来てる。いいよ。逃げ玉。手応え、あれ玉。全開。これ、ちょっと来てますね。
流れがいい。39。30マス離れてて、好景気。518。スタミナー、ちょっとフリー。あとは、各集客そろそろ振り始める感じですね。518か。めっちゃ入ってくるじゃん。900ちょい。うん。こんなもんでいいかな。えぐ。よーし、頼むよ。これ次ゴールできたらでかいわ。千載一遇でゴール圏内入って。518。広島、頼む。一撃で、お願いします。しかも精神残っとるわ。広島用の。ライブスチーム部で。頼むよ。30離れとるよ。頼む。6マスいない。うわー、8マス。そうじゃないわ。これはでもまあ、難しいんでしょうがないですね。ちくしょー、好景気。頼むって、好景気さん。しゃーなし。これはマジでしゃーなし。うわー、ちょっと好景気518ゴールしたかったですね。これはでももう、しょうがないかなって感じですね。うん、経験点入れよう。うわあ、ここは一発が良かった。だいぶ点数変わったっすね。しゃあねえけど。6進める。ちゃんとゴールできたんで、それは良かったって話と、好景気が普通に戻ったんで345。うわあ、400年くらい変わったな。まあ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 、しゃあなしでしょう。コツ関係はほぼ終わってきてますね。まあもらえるんでいろいろもらいたいですけど。っていう話と。あと広島ですか。広島さんはですね。まあとりあえず見ればいいか。精神600、300。はい。315でしょ ?345 か。うん、こんなもんかな。こんなもんか。はい。よし!ナイスすぎる!ああ、大丈夫ね。はい。よし、いいね!いいんじゃないこれ。いいよー。は、京都、まあまあ近い。いや、良きですね。良き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 。からの、ホールスワンが成功。からの残り13。準急とか持ってないか。あー、なるほど。準急持ってないんか。エンマーめっちゃ遠い。なるほど。筋力もいい値持っとるし、なんか、もろもろいい感じですね。そこそこ強いんじゃないって思うんだけど。どうでしょう。そこそこ強そうには見えますが、ちょ、ポイント振りすぎやわ。京都さんですね。京都1600筋力。ちょっと筋力置いとくか。京都か。京都って、触ってるかな、そもそも。触ってね。買い占め無理や。岡山で点数もらう感じでもいいし、ないしは急行カードでちょっと急いで、10マスで大阪行けますね。ただ精神が足んなくなっている。558。今使ったからか。クソがー。いやー、ちょ、今買いに入ったからな。買ったから無理だったのか。あー、オッケー、しょうがない。どうしましょうかね。これで残り8位になるからな。それでゴール狙ってもいいか。80オールもらって、スタミナで。で、ゴール狙いでいいね。OK。頼み続けていいか。筋力結構あるからな。
からの残り8。おっと強い、マジえぐいの来た。はやば、これは強い。いやなるほど。ちょ、まだ開眼してねえんだよな。マジこれやば、えぐいて。えぐいて。海岸まだしたくねえな。京都の買い物分もあるんで、あんまりポイント使いたくないんですけど。こんぐらい使って大丈夫よな。480ぐらい入ってたもんな、今。えぐいて。意味わからんって、えぐいて。500、600点ぐらい入ってっかな。ってことは、これ1個ぐらい振るか。あ、いいんじゃないですか。さすがに踏むでしょ。強っ。筋力余裕。しかもしっかりゴールできた。変化点の方が欲しいんかな、これ。ちょっと何が欲しいか全くさっぱりわからんわ。ちなみに、6周年。おめでとうございます。ありがとうございます。なんか表示が出てたかな。これさ、30は離れてなかったよね。240ですかね。いや、PD ランクコースではないような気はする。じゃないような気はする。ただ、まあ、かなり強かったですね、今の。うん、まだ61だからね。全然。海岸もまだ0なんで、ちょっとなんとも。まあ、弱くはないのは間違いないと思いますけど。モルデントさん、これ240よね。間違えてるかな？ちょっと怖いので、教えていただけたら嬉しいです。これ変化点いるな。うん。こんな感じですかね。振りすぎか。ちょっと京都確認するかなか。うわ、4% 嫌だな。800点筋力残ってればいいので、まあ大丈夫かな。800、600、300。ああ、って感じだな。800、600、300。残ってればいける。240入る。ああ、こんなもんか。一応こんなもんか。もう一回ずつぐらい触れる？こんなもんか。600、変化600とか言ってたな、今。足んねえわ。240なんで、触れてこんぐらいか。なるほど。筋力が、割と、あれですね。いやー、速球プライド取ろうかな。これでちょうどいいよな。まあ、240だから670。まあ、こんなもんか。はい、これで、いきますか。大丈夫よな。はい、オッケー、ナイス。怖えー、ヒヤヒヤする。からのゴール。ほっ、横浜。まあ。からの。買えるだけ買いまーす。いいんじゃない？コンコツ割り。で、ぜんざいもしっかり入りまして。強いよ、そこそこ。いいですね、25,565。まあって感じですかね。さあ、次行きましょう。新幹線入りまして、
17。休校とかかな。うん。そうですね。休校かな。あ、まあ、決算は漏らして別に大丈夫なんで、そんなに気にしてないです。どうしよう。それより、そんなことよりも、そんなことよりも。そうですね。横浜か。何も買ってないのか。ちょ、なんかさっきから、12で静岡落としたいですね。とりあえず、この感じなら。っていう感じか。リセットして、静岡は何が残ってるんだ？静岡は400点残りですね。で、横浜どうせ無理でしょ、これ。こんなもんでいっか。休校を使います。で、12。便所入れとくか。はい、オッケー。よーし、ナイスー。筋力ちょっと入るようになった。やめてー。これは自分で行きましょう、さすがに。で、ポンコツ終わってるので振ります。変化は1個振るか。うん、いいんじゃない。行きましょう。はい、が出ました。次行きましょう。よし、オッケー。からの、お、ゴールできない。なんでだ。それは、よろしくないですね。うわぁ、ゴー出てないんかーい。しかも行くとこない。あー、ちょっと嫌ですね。敏将かな。オールさんもびっくりしとるしな。これは、あまりよろしくないですね。あ、でも次、あれなのか。体力ないのか。メンタルですね。体力足んないわ。うん、これで1を祈るゲームかな。はい。はい。ビラ配り。はい。おい、やめてー。こうなるとマジで途端に悪くなるんだよな。いやー、2も出ないからな。そもそもな。これは変化で6ですね。ちょ、ほんとやめてーや。ほんとこれはやめてーや。これはいかんですよ。ちょっと2ターン無駄にさせられてるんで、勘弁してほしい。遊ぶコマンドとかもありかもしれませんね。遊ぶってなんかカード入るよね。まあ今経験点入ったからそっちにしましたけど。投資する。はい。おーい！マジ？はい？はい？しかもエンマめっちゃ近いやん。ちょっとこの停滞は良くないですね。せっかくいい感じで進んできてるんですけど。はあ、なるほどね。あ、やる気上げなの？カードが欲しいとかじゃなくて、やる気上げの方でってこと。これちょっと困ったな。最悪新幹線で合流説もあるけど、これ。まあ、エンマがそもそも入りそうなので、メンタルの方がいいかな。もちろん。オッケー。ちょっとこの、おーい、しかもゴールされとる。いやー、これはね、良くない、マジで。これはマジで良くない。24。新幹線24で残り8かな。うわー、めっちゃ悔しいわ、これ。マジで。マジ、めちゃくちゃ悔しいですね。ぶっ飛び使うほどじゃないよな。24なので、22、23、20、赤ですね。こういうのが嫌ですね。
しかも物件も買えねえんだよな、今ゴールできなかったから。経験点も今ので入らなかったので、ちょっとまあ完全に後手後手になっちゃいましたね。函館買ってんのかな、ちなみに。函館買ってますね。じゃあ横浜行くか。うわ、もったいねえ。死ぬほどもったいねえわ。うん、オッケー。お昼寝カード使いたい。おーっと、台風パワー来ましたね。あと4とかがいいかな。うん、4だと次一応ゴール目指せる感じになるので、スタミナで4かな。防衛か。ポイントが一応ちょいっと入るかな。うん。お昼寝使って、で、24にして、24にして、それでいいよね。ぶっ飛びもありだが、確実に新潟ゴール、函館ゴールがいいかな。いやー、ちょっと今の3ターンかけさせられて、かつゴールできないみたいな流れだったんで、よろしくないですね。6、はい。新幹線。しかも東京とか変えてないんか。なんだかんだで。わー、マジで辛いわ、それは。オッケー、いいんじゃない。からの、は、あー、札幌は、買ってないな。うん、オッケー。からの残り9。まあ、無理ですね。ぶっ飛びか青で終わりたいって感じかな。うん、適当にぶっ飛ん、西の方がいいか。あ、まあ、ワンチャンスあるからな、ぶっ飛びで。はい。なかった。なかった。そして仙台。仙台が買えるのは、まあ、ありがたいか。技術精神。変化。あー、まあゴールできないんでこの辺は先取っちゃって、あー、技術精神変化、なるほど。まあこのままでいいか。決算である程度入ってくるんですけど、まあそんなに必要ないかな。変化どうしようかな、いるかな。変化点入ってきても使う先なさかさそうだよな。筋力とりあえず入れたいですよね。ばらけさせ方的には筋力が完全に不足したので、これでこういう感じでいいとは思いますが、変化点は多分いらないので、ほんでこれでいいかな。仙台買うの忘れた。仙台買ってからでよかった。オッケー。テンパったわ、完全に。うん、いいんじゃない?オッケー。で、技術入りまして、決算で、まあ、決算少ないですね。ほぼカンストしててほしいので、やっぱり、すべて。あ、まあ、ちょっとね、セクヨンが良くなかったな。セクヨンが明らかに良くなかったですね。ある程度フリーで、スタミナ踏み。からの、筋力変化。からの、おお、すごいね。スタミナめっちゃくるじゃん。うん、買い占め物件が多分かなり少ない。まあ、いつもに比べたらやっぱ少ないかなって感じなんで、それが気になるっすね。うん、さ、うわぁ、踏みしょ。さっきの3ターンでだいぶ、いかちいことになっちゃいましたね。で、今はサクッとにしましたけど、本題はしない方がいいです。本題は皆さんは、あれを待ちながら、それからやってください。それからやってください。はい、OK です。多分もう経験って戻ってこねえんだな、あんまり。57なんですよね、この時点でもう。コントロールでもいいけど、一回休もうかな。踏み症が持ったほどきついんだけど。オッケー。で、混んでいいかな。はい。で、ここも探りまーす。海岸しなくてもなんとかなりそう感あるな。っていう話と、現状、50、62か。
言いましょう。で、ここは勝てました。次行きましょう。で、スタミナ一回踏むか。これでスタミナ終われそうですもんね。ナイス。で、スタミナ踏みまして、海岸に敏捷は使えそうですが、って感じかな。行きましょう。オッケー。さあ、ラストターン。うん。守備拾っときます。で、一応一番最後に、チラッともらえるんだよな。行きましょう。よし、いいね。まあ、これ、3万2、3000かぐらいかもな。正直あんまり出てないだろうな。うん。まあ、しゃあねえな。セクヨもしぼんだしな。そんなにだろうな、これ。デッキ考え直すか。うん、36689。まあまあ出てましたね。それだけに悔しい、セク3。セク4か。はい。振っていきましょう。はい、ということで振ってきまして、最終的にこんな感じでした。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、15、16段でミス0海岸ですね。で、各集客合計が66かな。はい。行きましょう。うん。ということで、4000発でしたね。まあ、もうちょい行きたかったなって感じですけど、まあ、ちょっとね、失速が、セク4ありすぎたんで、しょうがなかったかなって感じでした。ただまあ、これ一応、長継ぎには余裕で入るんじゃないかなって思ってるんで、ちょいっと更新できましたという感じでしたね。ということで、皆さんお疲れ様でした。